皆さんこんばんはやってまいりました今日もえいグッチョーはい今日のこの放送はおなじみピーロのファンキーと納豆瀬であ納豆瀬とすいません納豆瀬ちゃんね納豆瀬ちゃん大城納豆瀬ちゃん、はい、まあ素敵な方いらしております,ります皆さん拍手 <laughs> なんかいろいろラジオの方反応あるんですけど、これツイキャスの方ですか。<laughs> あの拍手とかいろいろ出てます。ありがとうね。見ていただいてます。ます大城なとせちゃん。はい。あんは。 どんな方でしたか教えてください。私は沖縄県内でモデル活動をしています。はい、そしてあとはイベントの主催とかもしています、はい。ですよね。はい、えっとナトセちゃんが、えー、豊浦で豊崎豊浦のイベントはあれなんでしたっけね。はえっと、うん、美容とアートのイベント,ト,ベントティダククルというイベントでクク、はい、子供から大人までみんなで美容を楽しめるようなイベント。うんはい を開催します主催者なんです、ねはい主催し,しこれからも何回も展開していきたい、はい、と夢を持ってる、はいる若くしてすごいね大 <laughs> 城なとぜちゃん、はい、今日サポーターで来ていただいております,ます早速参りましょうこの番組は、はい、あらゆるすべてのももらもらのいろんな壁もくくり <laughs> くくりも取っ払って楽しく素直にお届けする人間参加の番組ですみんなで作っていきましょう、はい、今日もグッチョー 関さん、ごめんなさい。<laughs> 私はき。優しいグッジョブ。<laughs> <laughs> ね、いいね、私の。一日ぐらい、なんか、なとせちゃんみたいになりたい。ね。そんなあ、ね。あ、そういうね、あの、話は置いといて、大事な今日は素敵な。ゲストいらしております。はい、尊敬しております。はい、では。 自己紹介をお願いしましょうはい、坂春樹ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします坂先生はい。あのなんと坂先生後ほど読み上げさせていただきますがこちら今日もグッジョブ番組のスポンサーもいただいております維新学院さんですね塾の先生なんでした先生はもう何年もやってないですねやってないもともとは塾の先生をなさっていてはい。 現在は維新学院の方の代表をされて、そうですね。っていうことですよね。そ,ねはい、そしてそれだけではないですね。うん、私とっても興味のある活動もされています、ね。はいはい。はい、NPO 法人エンカレッジですね。すねはい、えー。もう10年ぐらいなるのかな。はい。ええー、まあいわゆるまあ子どもの貧困ってよくワード聞くと思うんですけど、うんはい、まあそういった子たち。 経済的に困窮している家庭のた子たちの、うん、まあ居場所だったり、うんえー、学習支援、はい、あとは就労のお手伝いをしていると、はい、いうようなお仕事もしておりますそれが NPO 法人エンカレッジで,ッジです。そちらの代表もなさって、はい、ということなんですよね子どもの貧困問題ってこの1,2年のすごい まあ言い方悪いですけどブームのように耳にするような状況になりましたね10年前から佐久先生されてるってす10年ぐらい前からやってますね、はあ、でもともと僕は医新学院をやってるじゃないですか塾をやってると、うん、その辺のこの子どもたちのその経済格差ってのすごい見えてくるんですよ、はい、塾にまあ住んだり入れる 子家庭の子だったりどうにかして塾に行きたいうん、うん、もしくはお母さんがどうにかしてこの子塾に行かしたいんだけど、うん、なかなか叶わない子たちっていうのがやっぱり見えてくるもんですから、ね、やっぱりそこら辺の子たちをどうにか、えー、塾に来させるっていうことを、うんね、あの別の部分での教育っていうことをしていかないといけないのかなっていうのは前から考えてたんですけどね。それがまあ 考えてもしょうがないから、うん、ということで十一年ぐらい前から、うん、準備委員会を発足して、はい、で十年ぐらい前から活動を始めたというような流れです、はい、すごいですね子供たちと接していたから子どもの貧困に一,一番先に気づいたっていうことですよもんねそうですね塾に行きたいけど、うん、こう。うんうん これないんだっていうような話を聞いたりとかですね。うん、お母さんたちがこの子どうにかして塾に生かしたいんだけど、うんえー。ちょっと経済的理由で生かすことができないという相談もよく受けてたもんですから。まあ、その辺が、うん、あの、もうずっと、まあ、沖縄市で僕、進学院20年。やってるんですけど、もう来た当時からやっぱりその辺をすごく感じてた部分がありました。うん、なるほど、なるほど。うん、沖縄市以外にも。 たくさんありますね、維新学院さん。まあたくさんってことじゃないんですけど、宜野湾市と、ウルマ市の方にあります。ありますよね。沖縄市は特に何か顕著にそういう、か感じがしたんですか?。当時。あの、そうですね、も、ともと僕は、あの、那覇とかですね。ええ、浦添で勤めてたんです、塾に。はい。で、それから独立して沖縄市の方で開校したんですけど。那覇とか浦添で、ちょっと、あの、あんまりそういう感覚は。うん。 あんまりなかったんですけどああ、ちょっと沖縄では少しちょっとそういったのがあったもんですからああ、ねえー、はい。ナトスちゃんは塾とか行ったことある？は塾行ってました。そうかそうか。でもわかります。このなんだろう、うん、行きたいくても行けない子たちがいるっていうのはやっぱり私の友達にもいました。私もそんな簡単に中学校一年生からすぐに塾行けるような環境でもなかったので。 すすごくわかりまでもすごい活動だなって思いますこのいけない子たちを行かせられるようにするっていうすごい塾はね勉強を教えてお金をいただくのがあれですからね要はそれでもお金がない家庭の子たちも大事にしたいって先生思ったっていうことでしょそこやらななないとのかって感じがしたんで当時はね。 今あれですよね私 NPO 法人エンカレッジさんのある教室にクリスマス会に行ったりとかして時々遊びに寄らせていただいてるんですけどそそそうううですかあい維新学院さんでもね風船教室させていただいてるんですが時々行かせていただいてそしたらご飯もも食べさせてもらえて勉強も見てくれてしかも。 帰りお家まで送ってくれるんですよ。ね。あの教室によってはですね。あ教室によってはか。そう。すごいなこれだったら本当にね安心してお母さんお父さんもね多分もう仕事尽くしなんでしょうかね。ダブルワークとかしてる方結構多いんで子家庭でね。安心してね坂先生とか言ってるからもう仕事しようって思えるからね。光が見えますよね。はい。ね。 そうないこういうこういう話はつまんないみたいな顔してます他の話をしてくれみたいな。ねこんなこんな綺麗だよね。そう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 。他の話があるわけよ。そう。なにあのナトセちゃんはさ坂先生どうですかタイプだ感じですか。先生。僕だと。そう坂先生。あお互いにお互い。それはいやって言われたらどうするの。いやじゃないけどお見合いじゃないけど。 そうそう。だからサッカー先生は尊敬してるから、あの攻めても攻、うん、めてものをやっぱり五音外ししようと思って今日ラジオに綺麗な方と一緒に、さすが、<laughs> 思ったんですよ、うん。それが一番嬉しいですね。そうそうね、じゃ、ね、話してる場合じゃないですよね。<laughs> <laughs> <laughs> 本当はね。そうなんですか、ね。本当はね。<laughs> ね、そうそうそう。サッカー先生のなんだろう。はい、いつもピシッとしらっしゃるので、どんなワードを言ったら崩れると思います。鈴声木さん。<laughs> あ。 んとせちゃんから何か質問があれば今日初対面ですからねもう遠慮なくバしバしと聞いてもらって大丈夫ですよ私はなんかもうね立ち場所をちょっとなんかあのなんかね調子いじれないみたいなんかそうそうですよんじゃあね 初恋の僕ね生まれがですね奄美大島の喜界島というところで生まれて小学校3年生まで向こういたんですよ。で人口も8,000名ぐらいかなちっちゃい島で人口もないような島だったんですけどで沖縄に小学校4年の時に来て久も地小学校。 田舎から会ですよすごいカルチャーショックだったんですけど当時向こうでちょっとやっぱ好きな子がいるじゃないですか幼いこにも。でとても好きで名前がね智子さんという方なんですけどいいいいいいい話だたででなんんすすけけどどううぞお続くさ中ららの時にに向こか遊び来てね。 ともコちゃんがちゃんが沖縄にですね家族何名かで来ててでまあ僕はその子がともコちゃんって分からなかったんですよ。4名ぐらいで来てたんですけどその子はこのともコちゃんのお母さんとか親戚のおばちゃんだと思ったんですよ中学校2年生の時にね。どういうことですかいなななんんか田舎の子でやっっぱちょとねてう 抜けててななくるほどもう島の雰囲気そのままで僕その面影も全くなかったもんだからだからもういろいろ話して話が「あい違うな」と思いながら話しててで途中で「今日は智子はいないの?」っていう話をしちゃったんですなるほどそれでちょっと変な空気になって帰っていって。 そう恋のきょ <laughs> う,からうちの兄いとかもその場にいたもんですから <laughs>、はあ、帰った後に、はあはい、彼女が智子だよということで。 てねそうういこともでも今だったらもうねいろいろ身についてあの時はギャグだったって言えるんじゃないですかねえもうちょっとチャンスが欲しいなとチャンスじゃあ今度ここでやりますかも子さんとねぜひもよろししくお願いいたますでもそれって淡い恋と呼んでいいのか何色の恋なんでょうねちょっと申し訳ないなとええそう。 なんかもう少しドラマになるような声はごめんね。ごめんね。なんかね、長い話してこんな落ち申し訳ないです、本当に。本さかこんな落ちになるとは思いませんでしたけれども。2つ目の恋とかはどうでしたもういいんじゃないですかもういいんじゃないですかセクションをメールってのはこれですかレーサー祭りで踊ってた。来てる。 ましょうかありがとうございます、はい、それではえっ、ー、と初恋の話が出たところで、はいえー、一旦 CM 行きますがその前にですね大事なスポンサーの読み上げをさせていただきます <laughs> ごめんなさいプリントショップエレメンツ沖縄健康サウナチューブ内張りジョイメディア琉球守護伝説ダイニングシュイ新学院 はぐらバルーンワールド花の店コテージ送迎車門口豊様沖縄セキュリティ宮里亮恵様宮里中学校 PTA 会長石原勝俊様そして道しお保育園の義母香里先生の提供でお届けの今日も A クチャブでございます <laughs> CM ります。 ありがとうございます。ます <laughs> こんな感じで半分で。あれなんです。もう半分ですね。もう半分なんです。C. M. 明けはちょっとあちらの一分入っちゃうので。その後、あの、大道機械の話からいきますか。はい。あの、坂先生からも。告知があるということ。そうですね。扱いづらがいくと。あ、ごめん。できなかった、私がいいたた。申し訳ないです、ね。それと。はい。あの、これ、ファン、キーさんの依頼なんですよ。あ、あ、や、まあ ね、こ,これもちょっとお話しさせていただきたいとはい分かりました、はいま <laughs> す。 始めまんこっちよこっちこっち頑張れ急げ急げ急げはいお願いしますはい、はい、今日もグッジョブ後半戦は出たとこ一分勝負からですどうぞはーいはーい先生先生がるはい、はい、先にね、うんえー、私はですね、はい、あのは、ー、じめまんミニコンサートというのを11月5日、はい えー、日曜日ですね、はい、あの始めるんですけれども、うん、その主催者の 自分らしい弾き方をするネットワークの代表者、南定四郎と申します。南定四郎先生、はいはい、存じ上げております。何をやるか、日時、場所、詳しくは。はじめまんそのものが、今これから、ご案内いたします。どうぞよろしく。はい、終わります。時間。始めまんです。で、終わった。十一月五日日曜日、ええ、十四時半から、ええ、はじめまんのミニコンサートありますので、皆さん、お越しください。お願いします。よろしくお願いします。うるまし障害学習文。 文化興センターユラテク音楽室ですね。これ先着20名です。あの早く申し込まないと見れないということで。来た人じゃないダメ。あ、来た人じゃないとダメと。やっぱりね。南先生来なくなっちゃうからます。南先生から厳しい言葉。来なくちゃダメということでございます。じゃあはい一分ありがとうございました。早い。いやいや一分勝負なんでね。ありがとうございます。始めまありがとうございます。あのライブ中はあのタオルを振り回します。 ますのでねぜひ皆さんタオルもウジさんでお願いします素敵な歌声のはじめマンでしたどうぞどうぞありがとうございますあの自分をね、えー、真っ正面からあの見つめて生きてきたはじめまんですので多分すごいパワーをもらえると思いますのでね行かれてくださいそして今日ゲストの佐久先生からも告知がいろいろあるということなんです、ね、はいはい、えー、まず、はい、まず告知というかですね、うん、あの、はい、ファンキーさんに、えー、お願い 私はねラジオですないですけでで、ね、先ほどちょっと話したエンカレッジで、はいえー、成果発表会というのを毎年行っているんですよ。 去年が回目なんでですけど今年年去が200名ぐらいお客さん来てもらって子どもたちが普段の活動だったりその成果を発表してということでやりますで去年は最終的一番最後に歌手の愛美さんがちょっとしたコンサートもしていただいて本当にすごくいい感じで終わったんですけど今年は富城。 どこだっけ？トミグスク中央公民館の方で500名を観客の方を目指してやって子どもたちの普段の成果を発表させてもらうんですが、はい、そこでファンキリーさんもいろいろちょっとお手伝いをしていただきたいなといと、はい、駐車場係でしたっけね？はい。はい、ありがとうございます。はい 違います。はい、いろいろやらせていただければと思います。はい、これまた、あ、後で読んでて、<あ>読んでください、ねあ。あのラジオでこれいただきました。<laughs> ありがとうございます。あのあれみたい、なんか、ね、なんかの悲劇みたいな。なんかいもう断れないでしょう。ラジオ。じゃ、そうですねあ。ありがとうございます。<laughs> 十一月二十五日ですね。はい、まだ先ですが、また私からもね、詳しく告知をさせていただきます。ぜひよろしくお願いいたします。npo 法人エンカレッジの成果発表会と。いうなんと先生。はい、南さん、南さんじゃない、ごめんなさい。<laughs> 何よそれ。名取 <laughs> さん。名取さん、じゃ。名取さん。十時あれ。名取さん、これ芸名じゃないの。違います。本名なの名す,すっごい。 南の十十時生で南ですって書いてナトスちゃんナトスちゃんトミグスクの子なんですよそうなんですトミグスクどこですかトミグスクのトミグスクですトミグスクのトミグスクって言うとどの辺なんですかはジョ公園とかあはい空手会館ができたお空手会館ができた登録寄りなんですねじゃあそうですはいはいなんですよ多分なんかナトスちゃんもやってたらなんかやってくれるんじゃないぜひぜひお願いしますはいそちらもお願いしますでねあの 司会の方はええ何うちなナンバーワンのひがさんがまあやっていただけるので、そうなんですね。ぜひ一緒にお願いいたします。いいかもしれないですよね。ナトシさんこの前煙突フェスタもお疲れ様でした。ありがとうございます。ね素敵なイベントであのナトシさんのねえっとメイク教室だったんですよ子供たちにね先生子供たちねメイクするとね。 シャキンってするの、ね、人の目を意識するというかこれもなんかすごい先生にもヒントになるんじゃないかなと思ったよ先生にそ,そうですね、うん、先生もたまにちょっと化粧してみてみたらなんかシャキンってなんか違うものに目覚めちゃったりするかもしれない <laughs> 目覚めそうですねや,やってもらおうじゃん今やりますか <laughs> やります <laughs> 今日九時ゲーでやりましが高くなるんでしょ。<laughs> そ,うそうなんです。<laughs> ちょっとなんか招きがつけた、ちょっと唇とかつけたらなんかすごいな、ねうんか変わる変わるじゃない。気持ちも人が変わる変わります。えー、すごい。そういうのをね。ね 先生やるって言いましたじゃ今からメイクやたいですって言っただって持ってきてるでしょメイクトー今からくしげ行くんでしょみんなじゃあくしげってやったりさそうですその後の写真は後でお楽しみにしていてください皆さんアップしますのでねあと佐賀先生ほら今日んか義母勝美さんから告知してよって言われてましたけあれありますか僕が 50歳になるんですけど50歳を記念してですね全県的に内地の方も結構来てくれるという方多いんですけど全国的にの方びしてですね50歳の方をお呼びしてですねで大同期会を11月4日土曜日なんですけど。 富市民体育館で行います、はい、で1200名の方々を呼んでいく、はい、すごい量ですね今、えー、の僕も広報部長という形でですね広報部長あちこちでちょっと広報させていただいてるんでそれは喋らなきゃいけないです、ね、今日はもう喋らないといけないなというそうなんですよ <laughs>、ね、うそうですね、はい、もう一度日にちをえっと11月4日,月4日土曜日です土曜日、はい はいえ午後一時ぐらいだったかなからやりますのでぜひあの昭和四十二年生もしくは昭和四十三年の四月一日までの方ご参加よろしくお願いいたしますはいということですね場所は富美ヶ市民体育館とはい高速道路でもすぐですのでねそっかそっかはいそんな時間かかんないでしょ富美ヶ丘まですぐです 同じ時に生まれて育って環境だったり時代が一緒の人たちが集まると盛り上がりますからね。そうですね。それがね、はい、50歳って言うとまたないい感じの盛り上がりができそうですね。<laughs> そうですね。ピグレディーをやるんですよね。はい、僕がピグレディ。<laughs> <laughs> 本当ですか？<laughs> <laughs> これ50歳でいいのね。<laughs>

誰でもオッケーになる、はい <laughs> はい、とりあえずいいということで坂先生に一言会場で言ってもらえばいいと、はい、いうことですね、はい、あのメール届いてますねお呼びします、はい、山田ですありがとうございます、えー、次女の誕生日なので久しぶりに早めに仕事を切り上げて帰宅中の車内で超久しぶりに聞いてますよ笑いを楽しみに聞いていますといますありがとうございます じゃあ、やりましょうかね。サービスです。いきますよ。山田さん、今日もはいクッチョー,ーありがとうございます。あ、そう、そうなんです。<laughs> あそこて。やっと気づいたんです、ね、<laughs> <laughs> あれ、連れてました。<laughs> 食べきてた。<laughs> そう、もう一つ、あ、ミーン先生ね。 えー、今日行きたかったなこれから医療会ですまた会いに行きますがみゆン先生あの仮装して授業をするという小学校の先生で,<ー>ですみゆン先生と坂先生とてもあの間があっておりましたけどちょっと教訓日,日,日が合わなかったということですがまた今度ねご縁があればと思います。はい、ということでもうこんなにあっという間になっちゃうでしょ坂先生もう,もう終わりに近いです。 私聞かしてもらっていいですか。子供の頃の夢作先生。夢がね、よく聞かれるんですけど。何人泣いたかったかな。あんまり覚えてないんですよ。とにかくね、あの昆虫とか動物を集めてました。あ、そう。昆虫どう、もう子供らしいというか、もう本当に子供らしい。そうなの。なんか野望とかなかったの。野望はね、なかったような気がしますね。 なんか普通、坂先生ぐらいの方だと子供の頃からもう何かビジョンがあったようなイメージもありますけどいやいやいや僕ね、立ち読みばっかりしてました。漫画で、すか漫漫画画好きで一度、琉球新報に、はい、あのし写真撮られて、僕が立ち読みじゃないな思いっきりなんか座り読みみたいな感じで、いや、屋でね、やすきやでね、やって時に、<laughs> その時に撮られちゃって、<laughs> みんなにこう学校でね。<笑><笑> お前あんなところで読んでみたいに。おちじゃんみたいな感じ。はらサ先生が初めて新聞に乗ったそんな乗り方したんですね。そうなんです。今ちょこちょこいい感じで乗ってますけれども。そう。でも全くない職業的な夢もない。うん、そうですね。ね。そういうのって問題じゃないんですか。どうでしょう。あんまり問題ではないのかなと思います。問題ではない。あのやっぱりその後の環境だと思います。 やっぱりそういったことがこう夢を持ってるような環境が、ええ、あれば。いくつになっても、夢は持ってるんじゃないのかなと思います。うん、なるほど。はい、無理に子供の頃に夢を持ってっていうのは、別に必要ないっいう。僕は持っています。だって、うんうん、佐久先生ね、そんな昆虫集めたり、漫画立ち読みしたりしてても。大人になって、こんな立派になってるのもねですよね。うん たとせちゃんは、今夢あるんですよ、ね。私は夢は、いっぱいあります。ちょっとだけ聞かせてください。<laughs> はい、あと一分しかない。ので 1> 1私の夢はね、はい、えっと、世界中の子供も、うん、まあ、お年寄りも、みんな本当に。はい、もう美で、キラキラ輝かせたいです。なるほど。はい、はいまあ。そういう意味では、坂先生は世界中の子供たちをどうしたいんですか。あのー、まあ。 あのとりあえず沖縄県にいる子たちで、うんはい、負の連鎖の中にある子たちを、えー、この負の連鎖から抜け出してほしい、はい、で、えー、社会に参加して成熟な大人になって、はい、ちゃんと経済活動して、はい、自分の子どもにちゃんと環境を与えられるような、うん、そういった子どもたちを にしていきたいそういった大人にしていきたいなっていうのがまあ今の取り組みですかねすごい<は>坂先生あの今日は本当に素敵な放送になりました<ー>ありがとうございます、えー、ねありがとうございますあの本日は、えー、維新学院の坂先生でした今日も、はい、グッ